の皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの狩谷陽子です。日天のポッドキャスティング、今日は394回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは4月19日放送分、安住紳一郎の日曜天国、11時からのゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲストです。毎日インスタントラーメンを食べ続ける男、インスタントラーメン研究家、大山即席斎さんです。おはようございます。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大山さん、少し痩せましたか？ちょっとダイエットに始めました。はい。そうですか。はい。体重どれくらい落ちましたか？まあ、これはね、1年半ぐらいやってまだ6キロぐらいしか落としてないんですけど。6キロも。はい。ただまあ、あんまり急激にやるとリバウンドしやすいかなと思うので、はい、生活習慣を変えてじっくり落とそうというふうに取り組んでます。はい。そうですか。少しもう顔立ちが修行僧のような感じになりましたね。これね、よしあしなんですよね。はあ、シワが増えちゃってね、痩せることで体の表面がなんかシワシワになっちゃって、だから若い頃に痩せれば問題ないんでしょうけど、年取ってから痩せるとね、かなりちょっとふてますね。そうですか。お顔はそんな感じがしません。はい、はい。ヘアスタイルもすごく短くカットというか、本当にもうちょっとね、これね、またラジオで申し訳ないんですけどね、免許証なんか5年前のやつと今のやつかなり、まあ、痩せて、確かに、更新された昔の免許証の写真を見てみると、やっぱり体重落ちましたね。そうなんですよ。はい。はあ、まあ、だからね、まあ、毎日ラーメン食べてても痩せられるんだぞっていうところもちょっと示したかったっていうのもあるんですよね。大山即席斎さん、プロフィールです。1959年昭和34年生まれ、東京都出身、56歳。大山さんがインスタントラーメンの魅力に取りつかれるきっかけとなったのは1981年、学生時代の下宿生活で出会った明星中華三昧。以来30年以上、年間600食近くはインスタント麺を食べ、そのパッケージコレクションは1万点を超えています。95年にはテレビチャンピオン第1回インスタント麺通選手権で優勝。インスタントラーメンの研究において間違いなく日本の第一人者でいらっしゃいます。今も1日1食以上食べ続けて、これね、1日1食をノルマにしてきたんですけど、はい、去年の秋頃からね、ちょっとノルマを1日2食にアップしまして、はあ、毎日2食食べてます。昼夜、夜2食の時もありますね。そうですか。はい。いや、夜2食の、これね、ちょっと理由がありましてね、はい、ラーメンの新商品が出すぎるんで、どんどん買うわけですよね。はい、店頭からなくなっちゃうと困るんで、それで食べなきゃいけないっていうんで、保存してあるラーメンがどうやらもう200ぐらい溜まっちゃってて、あらら。で、まあ、そもそも我が家ってちょっとゴミ屋敷なんですけど、はあ、ますます足の踏み場もなくなっちゃうんで、まあ、それを片付けるために、とにかく1日2食にして、その食べる町のラーメンを、まあ、せいぜい10個か20個ぐらいまで減らして、はい、そしてからまたノルマを1日1食に戻そうかなと。そうですか。大山さんはもうインスタントラーメンが好きかどうか分かんなくなってるんじゃないですか？いや、これはね、私も他のいろんな趣味の方っていらっしゃるじゃないですか。はい、鉄道マニアとか、ああいう人たちもね、最初は好きで楽しくてやってたと思うんですけど、はい、どんどんね、修行のようになってくると思うんですよね。なんかこう鉄道写真を撮る人なんかも山の奥まで分け入って、はい、もう誰も行かないような人跡未踏のところまで行ってから写真を撮るみたいなね。はい、しかも鉄道が好きなのに全部自動車で移動するとかね。はあ、だから本来の目的が、和訳ちゃんになっちゃってる人が私以外にもいっぱいいるんですよね。そうですか。いや、本当にこれはこの番組でいろいろなコレクターの方に登場いただきますけれども、世の中の人は好きなことを毎日やっていいねという感想しかないかもしれませんけれども、ある程度のレベルを超えた瞬間にそれをものすごく嫌悪して、はい、実際私は何をやってるんだみたいな、その一回地に落ちる瞬間があるんですよね。そこから上がるのがまた大変みたいですね。そういうことなんです。いや、だから私もちょっとコレクションの、
に対する気持ちが冷めて、一時期あのラーメン買わなかった時期もありますもんね。そうですよね。だけど店頭から商品が消えた途端に、あ、しまった、あれ買っとかないと後でコレクションが不備になると思って、慌ててあのマイナーの店まで探しに行って買ったりするんですよ、はい、そうですか、はい、なのでこう気持ちが下がった時と それを取り返すにはこれまでの努力が全部台無しになるぞみたいな、そうそうそういうことです。やっぱあの連続してるってことが大事なんで、そうですよね、この連続を途切れさすっていうのはやっぱりあのじくじたるものがあるわけですよね。そうですよね、はい、冷静に考えると30年毎日1食以上インスタントラーメンを食べているという、はい、これでいや実は5年間休憩したんですと言ってやっぱり大山さんの名前が折れますよね。まあ、だからやはりあの、うん、これはね、まあ、あのプロ野球の連続出場記録なんかもそうだと思うんですよね、はい、あの打率が下がってても出続けるみたいなね、まあ、そういう時期もあると思うんですよね。やっぱり強い気持ちでバッターボックスに、そういうことです。そうですかね、もうインスタントラーメン研究家がノルマと言っちゃってしまいますからねまあでもまあまあ今のところそういうことはにはなってますね、はい、そうですね、手を合わせたような気持ちになってきました。でもこれは本当に世の中いろんなマニアの方で私と似たような立場の方いっぱいいらっしゃると思うんだよね。そうですよね、はい、確かに最後まで努力したものが残るということですよね、はい、1年ぶりに出演、7回目の出演ということになりますけれども、はい、この1年間で大きな即席麺業界、はい、トピックス動きなどは何かありましたでしょうか。そうですね、やっぱり大きなニュースっていうとやっぱペヤングでしょうね、はい、そうですね、はい、マルカ食品、はい、まあ、私あの一時群馬に住んでたんで、はい、まあ、群馬に本社があるマルカ食品にはかなりシンパシーを感じてるんですけど、まあ、しかもあのマルカ食品っていうともうペヤングソース焼きそばほぼ1本じゃないですか、はい、あれがあの売れなくなっちゃったという、はい、まあ、だからものすごく先行きを心配しましたよね。マルカ食品大丈夫かなという、はい、販売再開は見通しついたようですよね。あ、これニュース出てましたね、6月にどうも食べられるようですね。そうですか、はい、でも本当にペヤングソース焼きそばほぼ1本で会社を経営していて、はい、この休業期間ってのは相当応えたんじゃないでしょうかね。まあ、だからいや私なんかはやっぱり旗で見ていて会社が存続できるのかどうかっていうのがものすごい心配でしたよね。そうですね、はい、他には何かトピックスはありましたでしょうか。はい、これはあの日清がですねあの肉の種類をどうも変えると発表したらしいんですよね。はあ、はい、あの日清のカップヌードルの中に入っている肉、今はあのコロチャーというのが入ってるわけですね、はい、あの四角いチャーシュー、ええ、それがあの以前これねあの謎肉と呼ばれている肉が入ってたんですよね。あの日清ではダイスミンチとあのしてますけど、はい、あのネット民の間なんかでは謎肉と呼ばれてた、はい、お肉が入ってたんですよ。美味しいんだけどこれなんだろうみたいな。そう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 、そういうことなんですよ。ちょっとなんかこう味が染みてて、そうなんですよ、うーんみたいなこれねあの2007年に、はい、あのオーストラリアの小麦が高騰して、あのカップ麺が値上げした時期があるんですよね、はい、ところがあの2年後にあの小麦の高騰も収まって、あと円高の効果もあって、あのまあ製造原価が安くなったんですよね、はい、その時にあのカップヌードルの値下げをしようか、あと内容を豪華にしようか、はい、あの検討した結果謎肉をコロチャーに変えるという決断をしたわけですよね。ちょっとやっぱりその謎肉とコロチャーで考えると、はい、コロチャーの方がやっぱりそう、コロチャーの方が高コストなんですよね。コストがかかる、はい、でも美味しいものにしたいということで、そうなんです。ただし謎肉ファンが予想以上にいっぱいいたんで、謎肉を消すなっていうような意見も結構あったわけですよね、はい、ところが、まあ、この2014年15年あたりで、はい、またオーストラリアの小麦が高騰した、はい、あるいはあの円安ということもあって、輸入食材が高くなったわけですよね。となると日清としてはもう一度値上げをするのか、うん、それとも、まあ、コロチャを謎肉に戻すのかみたいなことを想像してたんですけど、戻すのは難しいだろうなと思ってたんですよ、謎肉に戻すのは、はい、コロチャにはコロチャのファンもいるでしょうから、私もコロチャ好きですから、はい、と思ったらどうやらあのニュースを見たところによるとコロチャと謎肉を共存させるみたいですね、はあ、ですから高コストのコロチャの数を減らして、残りを謎肉にしようっていう
ことらしいですね。ということは、はい、これから出てくるであろう日清のカップヌードルの中には、はい、謎肉とコロチャ両方入ってるという、そういうことです。はあ、まあ、だからどっちが好きな人にもまあ納得の結論っていうことなんでしょうけどね。そしてコストもそれでバランスが取れると。そうですね、それなりに下げられるということになってるんでしょうね。同じ一つのカップの中に謎肉とコロチャが入ってる時代っていうのはないですよね。ないです、ないです、はい、じゃあ新時代に入るわけですね。そうなんですよ。まあだからまあ一応謎肉ファンにもコロチャファンにも一応納得できるかもしれないという、はい、そうですか。これニュースになってるんですか。あのこれあのまあ私もニュースソースでチェックしました。そうですか、はい、じゃあ結構カップヌードルファンの中では知られたというか大きなニュースだったんですね。知らない人にとってはまるで分かりませんよね。確かにね、はい。まあ、いわゆるテレビで報道されるほどの大ニュースにはなってませんから、ね、そうですよね、はい、日清のカップヌードルがって言ってそうですよね、はい、コロチャーできていたところ最近謎肉が少し入ってきたみたいな、はい、はみたいな、はい、しっかり解説がないと、まあ、確かにそうですね、はい、いつぐらいから謎肉とコロチャー両方入ったカップヌードルが店頭に並び始めるんでしょうか。そうですね、まだきちんとあの何月何日からっていう発表はないですね、はい、あそうですか。でもきっと作る側としてはカップヌードルファンのことを考えて、はい、コロチャーに一度時代が進んだわけだから、はい、それをゼロに戻すのはそうですね、本当に苦渋の決断なのかもしれないですね。はい、袋麺では何か新しいトピックスありましたでしょうか。そうですね、これはね、袋麺に関してはあの社会を揺るがすような大ニュースはちょっとなかったんですよね、はい、もうやっぱマルちゃん製麺とかラオウとか大ヒットがあのちょっと出たので、はい、ちょっとあの小康状態かなっていう感じですね。うん、はい、確かに新しい高級感ある生麺に近い袋麺、はいはい、あの旋風は3年ぐらい前ですか。そうですね、2011年ですね。吹き荒れましたよね、はい、そして今はもうごくごく普通に皆さんそれをお買い求めになって。ただしいろいろとバリエーションは出てますね。例えばまあ、ラオウにしろ、マルちゃん製麺にしろ、うどんとかも出してきましたし、はい、でうどんは最初に出た年は味が1種類だったんですけど、去年の末あたりに出たうどんは東日本と西日本でまたスープの味を変えてきましたね。はあ、これはどん兵衛赤いきつねが取ってる手法と同じですよね。はあはあ、最近はスーパー行きますと新世代袋麺が多いですけど、はい、ちょっと旧世代の袋麺が懐かしいなと思ってる人がいて、はいはい、なかなかスーパーで並んでないんだみたいな、そういう悩み相談は届いてませんか。はい、ですね、旧世代 の, いわゆる油揚げ麺 の,、はい、ラーメンは強いです。ものすごく強いです。なのでそれらが駆逐されることは全然ないです。あ、そうですか。新しいのが出てきても古い世代はもう盤石です。そうですか、はい、やっぱり旧世代もきちんと売れているんです。そうです。ですからチキンラーメン、出前一丁、チャルメラ、札幌一番みたいなブランドはもう強いので、はい、もう全く圧倒されてないですね、新商品、はい、なんとなく旧世代が全部駆逐されるんじゃないかなと思って、はい、もしかすると三洋食品のね、札幌一番塩ラーメンが二度と食べられないのではないかみたいな、ね、そういう恐怖があったんですが、だからラオウとか、いただきとかああいう新味の麺が出たものですけど、はい、その後に油揚げ麺を食べるとまた油揚げ麺、油揚げ麺のうまさがちゃんとあるんですよね。そうですよね。いや、私最近食べたもので日清 の, 北海道のラーメン屋さんっていうのがあるんですよ、はい、袋麺で、これの油揚げ麺のなんていうかムチムチした感じ、この食感と味わいがものすごく気に入りまして、最近の袋麺の中では私の中では大ヒットですね。そうですか、はい、それはもういかにも旧世代の。そうなんですよ、袋麺ラーメン屋さんってカップ麺で以前出てたんですけど、はい、それが袋麺になってで北海道のラーメン屋さんっていうのが出たんですよね、これが美味しくってですね、はいはい、それはノルマに関係なく、はい、何食も好きだから食べちゃった。これはね私 の, コレクションのちょっとする上で非常に困ってることがあって、はい、袋麺って1個じゃなくて5個パックでしか売らない店が多いんですよ、はい、コンビニなんかで探すと1個で売ってることもあるんだけど、スーパーだとほぼ5個パックでしか売ってないんですよ。そうですね、
だから1個で買いたくても5個買わざるを得なくて5個買っちゃうってことが多々あるんですよね。でコレクターですから、まあ1食食べればリポートが書けるわけですから、はいはい、袋のパッケージのコレクションもできるんだけれども、そうですよね、まあ、といっても、まあ、私、まあ、やはりあの昭和生まれなんで、はい、あの残りの4つを捨てるってわけにもいきませんの で、 そうです、ね、当然食べるわけですよね、まあ、だからその代わり、まあ、残りの4食はいわゆるちょい足しとか、はい、いわゆるあの味の工夫をして食べたりもしますよね。なるほど、はい、アレンジを加えて、ただ興味の乗らないものだと残りの4つっていうのは本当にちょっとあれですね。いやだから本当にあの、厳選して買いますね。これはやっぱりあの大丈夫だろうって思うものしか5個パック買いづらいですよね。そうですか、うん、好きでもないのに5個パックはちょっと勘弁してほしいですね、うん、そうですか。あれは5個パックはね結構ねあれ決まってますよね。3個パックとかあってもよさそうなんですよね。最近ねあの高級ラーメンに関しては3個パック出てますね。あーそうですか。明星の中華三昧とか値段の高いやつは3個パック出てますね。そうですかね、はい、あとたまになんかこう5個パックをスーパーさんが多分袋開けて一つ売りにしてくれてるような、はい、あそれはありがたいですね。本当ですよね、うん、違う種類のが入ってると嬉しいですよね。確かに、はい、そうですね、うん、私も独身なんで、はい、5個パックしか売ってないスーパーとかに行きますと、うん、もうなんか立ち尽くしますよね。そうなんですよ、いやただねあの私みたいにあの新しい商品をどんどん食べたがる人ってあのラーメン界ではどちらかというと少数派で、あの札幌一番なら札幌一番だけでいいっていう人が多いんですよ、はい、だからあの本当スーパーなんかじゃあの札幌一番の5個パックを何個も何個もカゴに入れてる人は結構見ますからね。そうですか、はい、確かに冒険したくなるっていう、はい、そうなんですよ。保守派が多いんですよ、はい、インスタントラーメン研究家大山即席斎さんに今日はこのお話をしていただきます、はい、2014年度大山さんがググッときた即席麺トップ3、まずは一気に紹介します、はい、2014年度大山さんがググッときた即席麺、第3位エースコック産経新聞大阪ラーメン、第2位日清カップヌードルミーゴレン、第1位札幌一番&稲葉グリーンカレーヌードル、以上の3つです。さてこの1年間でググッときた即席麺、はい、第3位はエースコックの産経新聞大阪ラーメン、はい、変わった名前ですね。そうですね、まあ、これあの私はあのパッケージマニアでもあるし、まあ、あの珍品が好きだっていうのもあるので、はい、まずあの名前に産経新聞っていう、なぜ産経新聞なんだってちょっと、ねね、驚きますよね、はい、これでもあの大阪社会部っていう産経新聞じゃ割と名物なあの部署があるらしいんですけど、はい、そこがいわゆるラーメンの連載企画を持っていて、その中でじゃ あ、 あのいっそのこといろいろラーメンに詳しくなったので大阪らしいラーメンを作ってやろうじゃないかっていうんで大阪に本社があるエースコックとあのタイアップして作ったのが、はあ、こちらの、産経新聞大阪ラーメン。へえ。じゃあ産経新聞の連載企画読んでる人などは、うん、あこれこれっていうことになるわけですね。そう、大阪社会部なんで、東京に住んでる人は多分読めてないと思うんですよね、うん、きっと多分スーパー行ってなんでカップラーメンのパッケージに産経新聞のロゴが入ってるんだって。そうなんですよ、私もだからあの驚いた口なんですよね、はい、東京で売ってたんですね。そう、これはあのコンビニでも買えました、はい、大阪ラーメンっていうのは何ですか。これはね、大阪のうどんとか有名じゃないですか、はい、でも大阪独特のラーメンっていうと、まあ、いまいち分かんないところあるじゃないですか、はい、でも大阪にはですね、まあ、例えばあのカムクラとか有名な店ありますよね、はい、あれあのちょっとね甘みのあるラーメンっていうのがちょっと人気があったりするんですよね、でこちらもですね、まあ、玉ねぎとかの甘みを出してあのほんのり甘いんですよ、はあ、甘辛って感じですね、はい、醤油味ですか、はい、はあ、だから甘辛っていうと例えばみたらし団子のみたらしなんかありますけど、まあ、あとすき焼きの味にちょっと近い部分もありますね、関東麺風の感じのとろみがないような、はい、そんな感じ、そんな感じもありますね、はい、大阪ラーメンっていうのがあまり北方とか札幌とか博多のようにメジャーじゃないので、産経新聞の連載企画は大阪ラーメンを、そう、大阪らしいやなラーメンとは何なんだろうっていうのをまあ追求したということですよね、はあ、はい、確かにでもそのパッケージはインパクトありますね、はい、そうですね、まあ、これあの
初代はあの新聞の記事みたいなあのパッケージだったんですけど、2代目はあの筋肉マンがつきましてね、これはあの作者のゆでたまごさんが大阪出身なんで、いわゆる大阪愛で書いたものらしいですね。はあ、もうパッケージからしてちょっと連載企画の一部を読んだような感じになって、はい、でも産経新聞のあの青い4文字のロゴも入ってますからね、ロゴも入ってますからね、はい、ちょっと面白いですね。そうそう、まあ、だからテレビ局とかがタイアップするのはそれほど珍しくないけど、新聞でタイアップっては珍しいですよね、はい。さあ、そして2つ目ですけれども、はい、2014年度大山さんがググッときた即席麺トップ3第2位、はい、日清カップヌードルミーゴレン、はい。ミーゴレン、まあ、こちらの四角いパッケージになるわけなんですが、はい、まあ、これはですね、要はあのインドネシアのナシゴレンとかミーゴレンとありますよね、はい、そのミーゴレンをまあ再現したものになるわけですよね、はあ、インドネシア風の甘辛の焼きそばですよね、ミーゴレン。そういうこと、そういうことです。これはスープはつかないんですね。そうです、だからあの要はあの絡めて食べる感じになりますね、はあ、作り方はカップ焼きそばのような感じで。そうです、大まかに言うとカップ焼きそばと同じタイプでした、はい。これはいつ発売になってたんですか。これは去年発売されて、あの去年あのトムヤンクンヌードル、カップヌードルトムヤンクンっていうのが大ヒットしたんですよね、はい、それと同じ時期に発売されていて、まあ、トムヤンクンほどの大ブームにはならなかったものの、あの現在でもあのネットで買えますので、あの、まあ、一応人気があった商品とは言えますね。そうですか、はい、現在も販売している、はい、あの店頭では置いてないけどネットで買えますね、はい、はあ、どの辺が気に入ったんでしょうか、はい、これあの1995年にあの日清があのエスニックヌードルっていうのを出しまして、はい、その時にトムヤンクン、ミーゴレン、マサラっていう3種類出したんですけど、それのまあ一応まあ復刻版みたいな位置づけですよね、ですからトムヤンクンは大ヒットしまして、ミーゴレンは私があの30年間食べてきた中でいわゆる一番美味しいトップグループの中の一つがミーゴレンなんですよ。はあ、じゃあその20年30年前近くの発売があった時に大変心掴まれてた、はい、そうなんですよ、だから、まあ、約20年の間を置いて再発売された、これを心待ちにしてたわけですよね、はあ、もうこの黒くてドロッとしたソースが美味しい美味しい、そうですか、はい、ちょっといつものカップヌードルのカップではなくて四角くなって、そうですね、まあ、前出た時はあのカップヌードル の, あの円形のやつだったんですけど、そうです、新しく出た時は四角くなって出てきましたね、はあ、はい、やっぱ焼きそばは四角い方がいいんじゃないかみたいなことですね。そういうことですね、はい、そうなりますね、はい、はあ、不思議ですね、確かに、はい、円形と四角だとちょっと印象変わりますよね。そうです、そうです、はい、焼きそば食べるぞっていう、ね、感じになりますね、なりますね、はい、大山さんが人生の中でかなり印象に残ってたものが復刻できたという、はい、そうなんですよ、これはね嬉しかったですね、本当にもう涙がちょちょぎれる感じですね、はい、そうですか、涙がちょちょぎれましたか、はい、はあ、さあ、そして第1位ですが、1位は札幌一番&稲葉グリーンカレーヌードルです、はい、まあ、こちらになりますね、まあ、ちょっとあのラジオなんで、視聴者の方には、ちょっと見えませんけど、はい、あの緑色のパッケージで、まあ、これはあのそもそもこの商品が出る前にあの稲葉の、タイカレーっていうのが大ヒットしたっていうのが背景にあるわけですよね。缶詰のカレーとして、缶詰の稲葉、あのシーチキンとか、そうです、そうです、あの稲葉のタイカレーっていうのが大ヒットしたっていうのが背景にありまして、その大ヒットしたタイカレーとのコラボが、まあ、あの札幌一番から出てきたということですね、はあ、はい、これは結構売っているものですか。これはね、あの去年は結構あの大々的に売られてましたね。そうですか。でただしあのコラボ商品はあの期間限定で終わったんですけど、その後あの稲葉とのコラボじゃない形で の, あのグリーンカレーはまた出てます。そうですか、はい、やっぱりでも稲葉の缶詰が人気になりましたので、両方食べたいって人はこれがベストだったんですよね。いや本当にね、ちゃんとあのタイのグリーンカレーの味がするんですよ。はあ、私もあのタイ料理食べに行くの好きなんですけど、お店で食べてるあのグリーンカレーとほぼ同じ風味、味わいがちゃんと再現されてて、はあ、スープの色は何色になるんですか。あ、ちゃんと薄緑色になってますね。薄緑色になって、はい、淡い緑色になってますね。札幌一番ですから三洋食品ですよね。はい、そうです、そうです。三洋食品というとカップ麺よりも袋麺の印象強いですが、そうです、そうです。だからあの
カップ麺はカップスターとかあるんですけど、はい、いわゆるあの儲けは主にあの袋麺で出してる企業ですね。そうですか、はい、ではちょっとカップ麺としては普段はそんなに出してこない札幌一番が出してきたというのも興味ありますよね、はい、いやでも本当に、このグリーンカレーのうまさと言ったらもうないですね。はい、今はこれは購入できるんですか。これはねだからあの後継商品の稲葉とコラボになってない商品は出てます。稲葉とコラボレーションしているのはもうない、ないですね、ないんですね、はい、ただあの新しいあの単独で出しているグリーンカレーもなかなか美味しいですね。そうですか、はい、でも稲葉とコラボしてた時の方が大山さんは好き。これはね直接比較してないんでね、まああのどっちが美味しいとはちょっとなかなか言いかねる部分ありますよね。そうですか、はい、はただとにかく再現度が半端じゃないことは確かです。そうですか、はい、1年間でいろいろ動きがありましたね、はい、それではここで1曲お聴きいただきます。神奈川県相模原市ハッピーカムカムさん52歳男性の方からのリクエストです。風を感じて浜田翔吾さんです。4月19日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお楽しみください。神奈川県相模原市ハッピーカムカムさんからのリクエスト浜田翔吾さん風を感じてお送りしました。川崎市の和さんさん38歳男性の方から大山さんへということで、うん、私もカップ麺をよく食べているので私の2014年食べて美味しかったベスト3をお伝えします。おうおう川崎市の方ですが、はい、第3位はふなっしーのソースラーメンです。あ、船橋のソースラーメン、ふなっしーのありますね、はい、あの去年はね、あのゆるキャラがパッケージについた商品もいっぱい出たんですよ、はい、フナッシーだけじゃなくて、ちっちゃいおっさんとか、はい、バリーさんとか、あと群馬ちゃんとか、いろんなのがついたんですよ、はあはい、このソース味のパンチはなかなかでしたと書いてある。そうなんですよ、あのソース味のラーメンっていうのは以前も青森かな弘前かなんかの、黒石ソース、あのスープ焼きそばってなって、あれもちょっと似た感じでしたね、はあはい、船橋のソースラーメン、はい、地元でね結構人気で中継もしたことありますけども、そしてこの方の第2位は、はい、ローソンで売っているプライベートブランドの味噌ラーメンだそうです。プライベートブランドか、醤油味の比較はしたことがあるんで醤油味は全あの PB 食べたんですけど、味噌はまだ手つかずですね。そうですか、味噌も食べ比べしてみたいですね。これは大山さんちょっと出し抜かれた感じありますよ。やられましたね、負けました。はい、ちょっとね大山さんが食べたことないラーメンの話されるとものすごい表情が険しくなる。それはちょっと。そしてこの川崎市の方の第1位は、はい、トムヤンくんヌードルですって。やっぱりそうですよね、はい、トムヤンくん大人気ですよね、はい、じゃあやっぱりこのカップヌードルのトムヤンくんミーゴレンの、はい、このやっぱりエスニックシリーズは、うん、大ヒットですね。大ヒット、大成功。あのトムヤンくんヌードルはちゃんとあのコンビニの棚にも今でも並んでますから、はい、翌年までちゃんと残る新商品っていうのはラーメン界でも本当に稀ですから、これは大成功と言えますね。そうですか、はい、じゃあカップヌードルの普通の味と、はい、カレー、はい、シーフード、はい、で4番手にトムヤンくんがつくと、あとチリトマトがあります、ね、チリトマトが、はい、地味にチリトマト頑張ってるんですよ。そうですか、川崎市の方、はい、即席斎さん私のランキングいかがですか。素晴らしいですね、いいですね、あコンビニの PB はちょっとね負けましたね。今一休さんのように頭を描いてました。そうですね。あでもあの船橋ソースラーメンに目をつけるのはなかなかお目が高い。あそうですか、ねえ、もしかしたら大山さんの後継者になるかもしれないね。いやもうぜひなっていただきたいですね。大山即席斎さんはお忙しい中、はい、アジアのインスタントラーメン事情についても手を広げていらっしゃるということですね。はい、そうですね、過去はあの台湾香港はちょっと調べに行ったんですけど、あの去年は韓国にも行きまして、はい、まあ、ですからあの韓国 の, あのお店でどんなのが並んでるかをちょっと見てきましたね。韓国も即席麺大国ですよね。いやこれね実を言うとねかなりあのちょっと驚くデータがあるんですけど、日本って、まあ、あのインスタントラーメンの発祥の地じゃないですか、
だから世界で一番ラーメンを食べてるのは日本のように思いがちじゃないですか。でも違うんですよね。そうですか。世界で一番あのラーメンを一人当たりのラーメン消費量が多いのは韓国なんですよね。へえ。即席麺、はい、はあ、インスタント麺の消費量トップが韓国、で2位も日本じゃなくてベトナム、はあ、3位がインドネシアと。日本は、日本はその次、まあ、4番手グループにいるわけですよね。そうですか。日本はだいたい1人当たり年間43食なんですけど、はい、韓国が1人当たり74食、はあ、ベトナムも60食、インドネシアも57食ですから、かなり水をあけられてますね。まあ、お鍋とか何でも入れるようなイメージありますもんね。韓国だとそうですね、ブデチゲとか言って、鍋にあのインスタントラーメン入れる食べ方がかなりポピュラーですよね。そうですね、はい、日本はやっぱり生麺が普通に売ってたりとか、はい、ラーメン屋さんがたくさんあるので。そうなんですよ。行ってみてあの、まあ、再確認したのはラーメン屋さんは韓国にはほとんどないんですよね、はい、ですからラーメンというとインスタント麺が ほとんどなんですよ。そうですね、はい、韓国やベトナム、インドネシアでも即席麺食べられているということで、はいはい、日本の即席麺を食べている国もありますか。はい、あの日本のインスタントラーメンは世界中ほとんどの国に、まあ、進出していると言って過言ではないです。はい、であの例えばアメリカとかヨーロッパなんかだとあの独自のインスタント麺メーカーがないんで日本メーカーがあの、まあ、大部分を占めてます。そうですか。それに対してあの東南アジアとか東アジアなんかになるとあの日本メーカーじゃない独自の地元のメーカーっていうのもかなり頑張ってまして、例えば韓国なんかだとあの地元メーカーが大半で日本メーカーの進出はあまりしてないですね。そうですか、はい、じゃあ大山さんのこれからコレクション研究は海外にも手を広げてということになりそうですね。いや手広げすぎるとな、また取り返しのつかないことに。そうですよね、まあ、私が言うのもなんですけど海外はやめといた方がいいような気がいやだからね、このまんまやり続けちゃうと例えばアフリカの奥地の国で、ラーメンがどうなってるかとか調べに行かなきゃなんなくなっちゃいますんでね、それはちょっとやめといた方がいいかなっていう。そうですよね、相変わらず悩んでいらっしゃいます、どうぞ大山さんの活動に激励をお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はインスタントラーメン研究家大山即席斎さんをお迎えしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。4月19日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎のポッドキャスト天国、今日4月19日は地図の日、モルワイデ、グード・サンソン・メルカトル、ボンヌ・ミラー・佐伯地図、 TBS ラジオ954。さて来週4月26日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは乗り物の話。ゲストはバスの降車ボタン収集家石田武さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎のポッドキャスト天国、これはあくまで試供品、皆まで語れぬポッドキャスト、ぜひ本放送を聞きなされ。 TBS ラジオ954。